こんにちは、花山さん。オーディションね、なんかワクワクするでしょ。だからね、厳しかったりワクワクしたり楽しかったりいろいろあるわけですよね、人生はね。でもやっぱりね、私たちはその放送者っていうかね、まあ、ある意味その、まあ、講師をやってるわけですよね。この YouTube を通じてビジネスの手ほどきをさせていただいてるという側面から、あんまりね、厳しい叱責とか、なんかそのやばいなって感じさせてくれることってあんまりないんですよね。ですので、高め合う意味でわざと自分を厳しい世界に置いてみるとかね、勝ち目のない世界に足を踏み入れて、そこでね、あがいてみるみたいなね、そんな鍛え方もあるんじゃないかなと思います。今回はですね、オーディションなんですけども、まさかね、歌ってはいますよ、今でも私は。でもまさかね、オーディションに行くとかね、もう変化球じゃないですか。これがいいんですよ。これ多分ね、動画見てる方も何とか思ってると思うんですよ。ね、これ私なんてのはね、もうこんな年ですよ。でオーディションは大学にいる時に岡山でね、瀬戸内なんとかかんとかっていう瀬戸内放送か、あれにデモテープを送って、で返事がなかったみたいな思い出はありますよ、だからね、そのまんま落選したんでしょうね。いまだに先行しているのかもしれませんけどね。で不意に、はい、あなたのところ合格ですよって来たら面白いですね。30年越しの合格みたいなね。まあそんなことは置いといて、しばらくはね、このオーディションをもとにちょっと私たちの動画も絡めていこうかなというところでございます。そしてですね、なんて言いますかね、もっともっとこのね、オーディション出ようぜって輪を広げてみたいなと思うんですよ。で、私たちがオーディションで盛り上がった動画をどんどん出すと、もしかして私たちの YouTube を見てね、本当に今現役でやられているミュージシャンの方が、あ、そんなのあるんだ、じゃあ俺もみたいな感じで、俺も私もみたいな感じで出てくれるかもしれないですよね。だから私たちは自分たちが参加することによって、このオーディションを盛り上げて、他の気づいてない人にオーディションっていうのがあるんだよってことを伝えていけるんじゃないかなと思うんですよ。ちょっとこういう風な形で裾野を広げてみましょう、今回は。そういう意味もあるのと、プラス自分への挑戦でもありますよね。いや、楽しくなってくるんじゃないですか。このオーディションを中心にまた新しいコマがぐるぐると回り始めます。ありがとうございます、花山さん、そして松潤さん、山根さん、どうなりますかね、これはね。視聴者の皆さん、どうなるでしょうかね。この動画を見てらっしゃる方の中に審査に関わる方がいるかもしれません、ね。じゃあ、いってらっしゃい。